はい、おはようございます。本日は、4月の24日、火曜日でございます。ですね、今からのアルペンルートの出発駅の信濃大町まで行きますので、大糸線の始発に乗りまして、まずは信濃大町へと向かいます。ご利用くださいましてありがとうございます。ただいま2番線に停車中の列車は5時50分。豊品、小高、はい、211系の信濃町駅に乗りたいと思います。明日まで9分ほどお待ちください。ここにちょっとクロスシートもどきがあるので、こっちに座りましょうか。はい、信濃大町に着きましてですね、今から扇沢に行きますので、バスで移動します。あ、ちなみにですね、雪券は到着駅で回収されますと書いてあったんですけど、信濃町で別に普通に持ち帰りしますって言ったら、もらえたので、切符収集されている方は、ご参考にどうぞ。毎度ご乗車ありがとうございます。バスはこれより大町市内を走りまして、大町温泉郷日向山高原を通り、終点の扇沢駅までおよそ40分の予定で運行いたします。お客様にお願いいたします。お客様の安全のため、シートベルトの着用をお願いいたします。山岳路線を走りますため、特に網棚のお荷物など置きませんよう、今一度お確かめください。運行には十分注意しておりますが、事故防止のため、途中やむを得ず急停車することがありますので、お気をつけ願います。車内での携帯電話のご使用は、他のお客様のご迷惑となりますので、ご遠慮いただきますようお願いいたします。Ladies and gentlemen、大町温泉郷、大町温泉郷でございます。お降りの際は車内にお忘れ。Please remember that 扇沢 station is a few minutes. Before getting off, make sure you have all belongings with you. Thank you for riding with us.扇沢の駅に着きましたので、ここから関電トンネルのトロリーバスに乗ります。ですね、ここは関西電力が所有運営している唯一の、鉄道ということになります。電力会社が唯一鉄道事業をしているのがこの関電トンネルのトロリーバス。来ましたのでお手数かけます。もう少しずつ一歩ずつ前にお願いしていいですか。ありがとうございます。すいません、恐れ入ります。8時30分のトロリーバスご乗車のお客様、出発前に大変失礼いたします。次のね、8時30分のトロリーバスの改札の方まで、あともうしばらくだけお時間がございますので、お弁当いかがですか。よかったらお弁当でございます。すいません、お客様、こちらのお弁当、当駅の名物信州サーモンの笹寿司ミックスの4個入り700円にて販売中です。ただお客様、
私正直にご案内しますけど、本日お昼時立山側から来るお客様とぶつかり合う状態になりまして、各駅のレストランや食事コーナーびっくりするぐらい混雑いたしますっていう風にご案内したかったんですけど、今日は結構空いてます、よかったらお弁当いかがですか。こちら「ヒルナンデス」や旅番組テレビ等でご覧になられた方、はい、これ4個入り700円で販売中、小宮レストランを避けたいという方、よかったら700円。すいません、この駅から持っていくと正直なところお荷物にはなると思いますけど、アルペンルートダムから上、標高が上がるにつれていろいろ値段も上がってきます。よかったらお弁当いかがですか。こちらのお弁当ご希望の方、引き続き広報の売店にて販売中です。どうぞご利用ください。お客様、出発前からどうもお騒がせしました。おかげさまでお弁当売れました。ありがとうございます。では、やっぱり改札までもうちょっとお時間ございます。すでにお気づきの方も多いと思いますけど、こちら商品変わりました。こちらはね、巨峰のレーズンです。ちなみにこの巨峰のレーズン、当駅大木沢駅特製、久留米の名物とかではなくて普通のレーズンです。ただこのレーズンね、立山黒部アルペンルート何ら関係ないレーズンですけど、今現在去年も含めてお土産ランキングぶっちぎりの第1位です。その理由ね、よかったら試食あります、食べてください。びっくりするぐらい美味しい、本当です。あとこの食べ方、これお酢ロース、これをお酢でつけてもらうと非常に健康に、はい、本当にお酢です。よかったらどうぞ。どうぞ、はい、前が分からない、よかったらどうぞ。